まあ彼らにはもうそれは必要なくなるだろう。応募した時こんなことやることになるなんて想像してた？ロボット羊のためにリンウッズから荷物を運ぶなんて。名前なんだっけ？ウェリントン？ウェリンガム？後にして上等兵、コナーズは持ち場にいないようだが。あ、すいません。何かの手がかりを見つけてそれを確認しに行ったと注意が言っていました。マーティン上等兵が。手がかり？何の手がかりだ？一体何なんだ？コナーズ、どこ？残りの部分はどこ？大変だ、見つかった。サージェントリー、ケースを持て、目を離すな。全員ミュージアムの中へ、早く！少佐、少佐、何に見つかったんですか？いいね。デスクローだろ。つまりここから出ないといけない。見たか。ヤジの髪がこんな風にまっすぐ立っているのは普通なのか。やった。卵を返していさえすれば。
ああ、お母さん、探し物はこれ。港にいる海の化け物だが、朝は本当なのか。あれが、もしよって恥ずかしいことをするなら、喜んで聞くようプログラムされてます。届くのを待ってるのか、デスクローの卵が。何を、ああ、卵ですか。ああ、あの、武装した人たちと一緒にいた人ですね。上官はもっと人数を揃えるよう求めていたと思いますが、問題はありません。交渉で決まった料金は卵一つにつき200キャップです。あなたの遅れを考えると正当な金額ですね。クライアントは新鮮なデスクローの卵をご希望ですから。では何か渡すものはありますか。卵を使って何をするつもりだ。まあどうしても知りたいならパトロンの一人は時折調理されたデスクローの卵アラ・ウェリンガムをお望みになるのです。まあ遅れはしましたが、おかげでやっとあの方の望むものをゲットできそうです。あ、ゲット、つい人間と同じような話し方をしてしまいました。さて早くしてくださいませんか。渡していただけますか、それともやめますか。その提示額は十分じゃない。これを運ぶのは命がけだったし、肋骨を何本か折ったんだ。わかりました。いいでしょう。300キャップです。相場より相当高いですよ。ふざけるな。もっと出せるだろう。安いと思われたい人間なんていないんだ。わかりました。400です。交渉をまとめるためであれば。これを運ぶためにたくさんの人間が死んだんだ。その死にこれだけの価値しかないと本当に思ってるのか。ああ、わかりました。500で。でもこれ以上は出せません。さあ、卵を。ほら、これだ。ついに、たったこれだけですか。残りはどうしました。他の卵はみんな空の上の巨大なデスクローの巣に向かって旅立ってしまったんだ。そうなのですか。つまりこれで何とかしなければならないわけですね。どうぞ。十分ではない仕事ぶりでしたが、仕事は仕事です。それから上官から特別な指令です。ジェフリーズ少佐でしたか。これを目的地まで運んでください。乱雑に扱わないでくださいね。ウェリンガム、やっと料理が来たのか。はい、そうです。これほどの遅れについてお詫びのしようもございません。大至急ご用意いたします。さっさと行ってください。
黄身を茹でなければならないので。ああ、あなたですか。辛い記憶はお酒で消すのが一番です。誰も責めたりしませんよ。遠慮するよ。おお、神よ。